ートレース常滑2日目の攻防戦、予選特選第11レースの開始を迎えました。11レースメンバーは1号艇丸岡正典、2号艇中口博隆、3号艇川崎君康、4号艇馬場芳也、5号艇小林隆弘、6号艇は森作雄太の6選手です。ゆったりとした作戦待機行動、1号艇丸岡正典の陰線です。昨日初日は3着2着、後半のドリーム戦が2着でした。そして今日の前半レースは3コースからまくりを決めての1着、昨日不良後方の減点もあり、この1号艇もしっかりとポイントを重ねたいところ。丸岡、2号艇中口博隆が2コース、3コースには3号艇の川崎君康、そして今3連勝中4号艇の馬場芳也が4コースの角、5号艇の小林隆弘が5コース、大外6コースは6号艇の森作雄太です。1号艇の丸岡正典を中心に、4号艇には馬場芳也、そして2号艇には中口博隆、SG ウィナー3選手が人気を集めました。予選特選第11レース2周レース、1番2番3番4番5番6番、スタートしました。内側4選手、そんなに差のないスリットとなって1マークの攻防戦です。1号艇の丸岡がまずは回っていく、2号艇中口差しを狙って2番差しが4号艇の馬場、外を握ったのは3号艇の川崎でありますが、インから1号艇の丸岡正典押し切っています。スリット裏では2停止優勢2マークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手は外に2号艇中口、内には4号艇馬場、1周2マーク、1号艇丸岡の後ろ、馬場が先に行って2号艇の中口が差してくる、内2号艇の中口が2番手、その後ろ1停進半から2停進差4号艇の馬場が3番手で、水面の内側1停進半差で3号艇川崎も追っての最終周回2周目、あとは後ろ5番6番の追走で最終周回1マークです。1号艇丸岡、2号艇中口、外を回って4号艇の馬場芳也が3番手、2番手3番手の定冠はまだ1停進から1停進半、1-2-4、最終ターンマーク2番手争い果たしてどうか。1号艇の丸岡は2日目連勝に向かってホームに戻ってまいります。2号艇中口、2番手外を回ろうとした4号艇の馬場でありますが、2番手は中口、1-2-4、11レースゴールを迎えます。1着1番の丸岡ゴリン、2着2番の中口、3着4番馬場でゴリン、後ろは3番川崎、6番森作、5番小林の順にゴールしています。